ダム上部には非常用放水設備のクレスゲート4門、中央部には主放流設備である2門の高圧ラジアルゲートが設けられ、洪水調節の主役を務めている。こうしたダムの機能は、ダム本体内部に設けられた監査炉や各種の計器によって常に監視されている。ダム直下の吾妻発電所も完成。下流の小平高津戸発電所と合わせて最大6万1000キロワットの発電を行っている。コンクリートの材料である膨大な骨材を提供したダム上流側左岸の原石山もその役割を終えた。ここではダム完成後の周辺の環境に心を配った復元工事が施工され、やがて緑に覆われることとなる。